おい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 、なんだこの苦労しい空間は。私立直江津高校を卒業するという大業を成し遂げたこの僕が息をつく暇もなく、またもや魔境に足を踏み入れちまったってのか。お前様、幕張メッセを知らんのか。いや、お前が知っている方がおかしいだろ。じゃってほら、幕張メッセって物語シリーズのサブタイトルっぽいじゃろ。ひたぎクラブ、迷いまいまい、駿河モンキー、幕張メッセ、あーあーああってなるか。なんかそんな名前のヒロインおらんかったか。ほれ、三つ子のメイドで。三つ子のメイドだと。血が明かり、血が光、千葉幕張。それはザレ言シリーズの三つ子メイドだし、三つ子メイドの三女は千葉幕張じゃなかった。やめろ、マセ物語じゃあるまいし。カラスの濡れ場島からスペシャルゲストがいらしてくださってると思われたらどうするんだ。スペシャルゲスト、これはいいなことを言うの。すでに幕張メッセには5000人を超えるスペシャルゲストがいらしてくださっておるというのに。ずるいずるいずるい、立ち位置がずるい。かか、なーに、我が主様の内心を代弁しただけに過ぎぬよ。かつて吸血鬼じゃったわしと、かつて人間じゃったお前様は、地獄のような春休みに互いの血を吸い吸われ合って以来、切っても切れぬ一心同体のパートナーなのじゃから。物語シリーズをご存じない方々への配慮、まったく、初っ端からカーテンコール張りの感謝を表明するとは、お前ってやつは。伊達に長生きしておらんわ。推しの忍、ヒュー。よりカーテンコールっぽくするな。お前様もどうじゃ。ライブビューイングでご覧になっておる全国47都道府県、さらには香港、台湾の皆々様へのご挨拶がまだじゃぞ。なに、しまった。全国47都道府県、さらには香港、台湾の皆々様への感謝の気持ちであまりに胸がいっぱいで、それを伝える努力を怠っていたか。その言い回しもずるいの。一心同体だからな。荒薙小由美、ヒューヒュー。どうもどうも、荒薙小由美、見たまんまの男です。怖、架空の火災に応えとる。海外公演バージョンももらっていいかな。海外公演バージョンってなんじゃん。あれだよあれ、カーテンコールで公演した悪役にはブーイングを浴びせるのが最大級の敬意ってやつ。欲しがり屋さんじゃの。だってどこからどう見ても悪役じゃない清廉潔白な僕にとって、ブーイングを浴びる機会ってこんな時でもないとないから。清廉潔白が効いて呆れるわ。普段妹子たちから浴びとるあれがブーイングでなければ一体何なんじゃよ。ほらほら、ちょうだいちょうだい。荒滝小読み、ブー。気持ちいい。気持ちいいんか。まあまあマジのブーイングのつもりじゃったが。さておき、なぜわしらは幕張メッセに。ミスタードーナツイトーヨーカドー幕張ショップではなく、ミスタードーナツイトーヨーカドー幕張ショップにいても謎めいているけどな。それがさ、実は招待チケットをもらったんだ。おいくらから。なぜ応じた。そっちの方がよっぽどなぜじゃ。なぜがとどまるところを知らぬ。堅実で鳴らした僕もたまには破滅に身を任せたくなるんだよ。あのおいくらが僕の卒業を祝した宴、サプライズパーティーを開いてくれるって言うんだから。罠の匂いしかせん。そもそもサプライズパーティーを開いてやろうと宣言された時点で驚くじゃろ。そういうところがたまんなく可愛いんだよな、おいくらは。お前様の懐も広すぎるわ。まあその懐の広さゆえに、わしもこうして生き恥をさらしておるわけじゃが。しかし招待チケットをくれたのはおいくらだけれど、パーティーの幹部は羽川なんだ。幹部？間違えた、幹事だ。幹部の方がよっぽどあの化け猫っぽいがの。組織という意味でのパーティーかと思ったわ。僕以外にも戦場ヶ原とか小野抜ちゃんとかも誘われているらしいんで、パーティー自体が嘘だってサプライズはなさそうだぜ。まあ嘘だったら嘘だったで、僕が僕を祝する宴を開くだけさ、いつものように。それは驚愕というより恐怖の宴じゃの。ほら、あっちから音楽が聞こえてこないか。行ってみようぜ相棒。どこへなりとも、わしとお前様は死ぬまで一緒じゃ。